近づく冬、毎年悩ましいのが自宅や職場の除雪作業です。北広島市のホームセンターです。この店では夏が始まる6月中旬から除雪機のコーナーが設置されています。除雪機が売れ始めたのは本当に 2,3 年前ぐらいから、急激にちょっと台数は伸びてきてたっていうのはありますね。年々雪が少し重たくなってるっていうのも一つ要因かなと。おととし2月、24時間で60センチと観測史上一番のドカ雪となるなど大雪に悩まされる札幌。除雪機の需要が年々高まり、この店では40万円台の商品が売れ筋です。このほか最新機種で人気なのはクロスオーガーって言われる、刃の部分が正逆転で動くこのタイプが一応人気機種として一番先に売れてしまったっていうような状況ですね。小型ながら硬い雪にもしっかり対応するクロスオーガを搭載した最新機種、重い湿り雪から屋根から落ちた硬い雪まで軽快に除雪できるといいます。また別の機種も人気です。ハイブリッド除雪機もやっぱり高齢者とか女性にもやっぱ使いやすい。これまでの除雪機は方向を変えるときは人力でしたが、ハイブリッド除雪機だとスイッチで方向を変えることができます。もう残り台数もわずかとなっているので早めに選んでいただければと思います。一方、除雪機のレンタルも人気が高まっています。札幌西区の会社の倉庫を見せてもらうと、今現在のこちらにある台数は135台になります。レンタル除雪機です。12月1日から3月末までの1シーズン、機種によって8万8000円から20万4000円で借りることができます。人気の理由の一つとして考えられるのがメンテナンス料です。シーズン始まる前に動作確認、メンテナンスをしてからお届けになるんですが、基本的にレンタル機は保管もメンテナンスも、基本無料ですので、レンタル中に故障しても修理は無料。4年ほど前から依頼が増え、今年も予約が9割に達しているということで、会社は早めの申し込みを呼びかけています。早くも冬支度始めている方も多いそうなんですけれども、菅井さん、今日この今年の冬の天気の傾向発表されたんですよね。はい、今日札幌管区気象台から北海道のこの冬の天気どうなるのか予測されたんですが、日本海側平年よりも多めと予測が出てしまっているんですよね。これ結構珍しくて11年ぶりの多めという予報になってるんです。局地的などか雪に見舞われる地域もあると思いますので、今年はちょっと対策早めに、とあと心構えも持っておきたいところですね。はい、その大雪への対策なんですが、すでに除雪機が品薄、そして排雪のシーズン予約も埋まりつつあるということでしたが、まだ間に合うサービスをこちらでご紹介します。まずは VTR でもありましたレンタル除雪機、9割予約で埋まってしまっているということですが、わずか空きがあります。借りられる期間は12月の1日から3月の末までシーズン予約することが可能です。そしてスポット排雪サービス、こちらは家の目の前の除雪した雪山、それをこのようにダンプカーに積み込んで持って行って排雪してくれるというサービスです。1回でだいたい4トンダンプ1台分、これは軽自動車1台分ぐらいの雪山を持って行ってくれるということでした。すぐに駆けつけてくれるかどうかは予約状況によるんですが、雪が積もったその日に予約をする方もいれば、年末年始の来客に合わせて予約する方もいるそうです。昨年度もあった1日や数時間で降るというドカ雪、その大雪に備えて早めの準備をお勧めします。